いということでね、素晴らしいね、本当ね、皆さん見てくださってありがとうございます。第2部ということでですね、引き続きやってまいりました。すごいね、1時間1時間1時間ということでね、もう3時間は経ってしまったというね、素晴らしいなと思いながらですね、これじゃね、懐かしいなぁ、ほんとこんな、今、歌本というか、自分のあれを持って出らんけですね。この辺はね、本当に昔、歌いよったなぁというような曲でございますけれども、どうやったっけ。僕のね、このミュージシャンの、ミュージシャンとしての、ダディ・ウェダで通してね、歌う中ですごく影響を受けた、方たちがおりますけど、その方々の曲をちょっと歌ってみようかなと、いうことでですね。久しぶりになんか、ね、歌ったような気がしますね。
ね、本当みんなでねまた笑顔で、集い合えるようにね、なればいいなとは思っております。ね、本当あの毎月1回行いやった、ね、このハッピーライブもですね今コロナの影響で、自粛ということでですね、なっておりますし、なかなか、マグネットのメンバーが集まれるという機会が今少なくなっておるんですけれども、ありがとうございます。あ、お兄ちゃんも見てくれてますね。ということでですね、本当ね、この元気マグネットに出会えたおかげでですね、今僕はこうやって今日もこうやって歌を歌わせていただいております。本当ね、救われたなというのをすごく感じてますし、いろんここに来始めて今年は8年目なのかな、いろんなことがあった、ね、8年目です。もうあっという間、でですね、やったなというふうに思ってます。
の時代にですね、明日晴れるという、という曲を聴いて、できたというのが今の、ね、明日元気になれという、曲でございましてですね、でその明日元気になれというのが電子書籍にもなられてるんですかね、ね読まさせていただきましたけども、本当に素晴らしい電子書籍を僕は実際に本で読んだんですけども、今本としてはないですね、今電子書籍の方がありますね、ぜひちょっとね気になられる方がおりましたら、ね、電子書籍で明日元気になるというふうにね、検索されたら出てくると思います、実はコウさんも僕もそうなんですけど、電子書籍を、何書か、出しておりまして、コウさんどのぐらいあれですか？今ね16本だ、16本すげえ。その中でも一番売れ筋の本があるっていう、やっぱり一番売れてるのはね、美容室の似合う髪型探し。そう、似合う髪型、どんな話なんですか？漫画の中にね差し入れしてて入れてて、で基本的には似合う髪型はどういう定義を2つほど、うん、それは男性も女性もという基本的に男性女性関係ないです、まあ、美容師だから女性宛に書いてるけど、男性にも当てはまるんですよね。僕心のどっかでちょっと女性っぽくなりたいなっていうのが常にあるんですけど、まあ小顔に見せるという基本的に、皆さんそうなんです、大きい顔に見せてくれっていうような女性あんまりいないんで、だから理想は卵型に見せるってことだ。へえ。髪型って自分の内面的な印象作り、どう人に見せたいのか、それと輪郭の補正、この2つです。それを長年の研究じゃないけど、まあ片山流の理論で似合う髪型探しというのが、それが漫画になった、漫画も差し入れで入ってます。へえ、すげえ。すごい、一番売れ筋じゃん。もう何ていうか読まれてるね。あ、すごいな。実はもう変なところっておかしいけど、今ねこっちの方に出してくれって言われとるけど、それをするとネットから相談が来るからやめてん。本だけ読んでみたいな。考えてくれって、もう現場で。すごいね。あんまりねそういったお話ってされてないですけど、実はね本当そういった形で16本も電子書籍が出されてるということでですね、ぜひ本当気になる方、どんな本があるんだろうかって気になられる方はですね、検索してみてください。結構ね本当すごいなって思うような内容の本がね、僕ダルマっていう本好きなんですけどね、すごい一番最初ねダルマから始められてですね、その前がその今言うた明日元気になれというね、本がございましてですね、本当に何部作かになってますけども、素晴らしい本だと僕は思っておりますんでですね、ぜひお買い求めいただく、立ち読みもできますんでですね、ぜひそういった形でねちょっとやっていただけたらなというふうに思っております。ということで、なかなかね本当あれですけど、本だけに本当ねって言わなきゃいけないんですけどね、この久しぶりに歌うけどね、さっきねシンガーソングライターと言いまして、自分で曲も書いております、自分が作った曲なんで
ですけれども、ここの元気マグネットの中にね、福田パパママと言われる、ご夫婦がおられまして、すごく、仲のいいおしどり夫婦でございましてですね、この夫婦を見て、できた曲、曲を歌ってみたいと思います。外に投げ銭ボックスを用意しておりますのでですね、ぜひということで、2019年といったら昨年作った曲をね、一曲もう一曲歌ってみたいと思います。
度やれそうさ。お前といればどんなに辛いことだってお前といれば乗り越えられそうさ。つまずいたってへこんだって結構、自分の中で A 曲というか曲が生まれつつあるなというふうに思います。ちょっと待ってね、落語のですね、落語家さんが、お話をするときに、5分ぐらい話すと上着を脱ぐんですけれども、ダディウエダもですね、だんだん歌い始めてちょっとしたらこうやって脱ぐ、最後には、裸になってしまうという。1枚ずつ、野球拳のように脱いでまいりますんでですね、最初はグーでありますよ。最初はグー、じゃんけんほい、はい、負けたら脱いでくださいね、ということでね、いつも子供に言われる、パパはいつもじゃんけんするときに直視方さんって言ってですね言われますけれども、そのね、この、元気マグネットに出会って、たくさんの歌ができました、その中でもですね、この黒井村の駅で、コウさんと話をしてですね、僕はここのライブに来た帰りにですね、黒井村の駅でコウさんと話をする中で、自分の心に響いたことがあります、歩き始めには幸せというのは寄ってこんのよと、とにかく自分が動き出すことやっていうふうに言われて、その歌詞を、その言葉を歌詞にしたけどね、ラッキーハッピーで。
始めなけりゃ悲しいことなんて忘れられないからまた歌い始める正しいことだけじゃ生きられないなんてそんなはずないからまた歩き始めるでですね、僕の無人駅ライブにはあまり人は集まらんのですけれども、自粛をしております、その、ね、無人駅ライブを始める時もね、コウさんに相談をしてこんな感じでやってみようと思うんですけれどもって言うたらねやりやりって応援しゃるけということでですね応援をしていただきましてですね、もうかれこれ6年目になるのかな。あの山陰線山口県は下関市は山陰線山陽本線と山陰線というですね2本の電車の線がございますけれどもその山陰線というのはほとんどの無人駅でですねその無人駅という場所で僕はライブをするねえ、でそこに来てくれた人たちを笑顔にしていこうということでですねやっているその企画ライブというか今不定期でやっとるんですけれども始めた頃はもう恥ずかしいものでようよなようなに言ってですねライブをしとったんですけれどもそれがだんだんね人が来てくださるようになって、お昼前にですねライブをするようになって結構多くの方が、来てくれるようになってですね一番多いのはねここの黒井村の駅で30何人というのが、目あってですね驚きましたね。でもう一回多かったのはですね行ったらもうその無人の駅のはずなのにたくさん東京かっていうぐらい人がおって、こんなにたくさんの人が僕の歌を聴きに来てくれたんじゃろうか思ったら水風というですね、特急列車が超高級列車がですね山陰線を走ってくるって皆その電車を見に来たっていうねちょっとがっくりやったんですけど、そんなことがございました。その無人駅ライブ、こんな感じだよというふうに一曲がありますので聴いていただけたらと思います。無人駅ライブの歌
白い波、風になびく赤い旗、どっかの駅でまた歌声が響いてる。誰もいない駅前で鳩がクックッと鳴いてる。電柱の上のガラスが俺のこと見て笑う。俺の夢を乗せた歌声が街に響き渡る。楽しいことやらなきゃ損だろ、たった一度の人生なんだぜ。青い海、白い波、風になびく赤い旗、三人の駅で今日も奴の声が響いてる。I love all this Goodbye sadness Hello hippies Six-six-sixties I love all this Goodbye sadness Hello hippies Six-six-sixties無人駅ライブの歌でございました。こんな感じでですね、無人駅ライブをやっとるわけなんですけれども、ね、本当、いつもね僕言うとるんですけど、誰と出会うかで人生は大きく変わるという言葉がございまして、その言葉通りでですね、本当にあの出会う人によってね、まあ、あの出会っただけでは変わらんのかもしれんけども、そこからのご縁をいただいて、で、その縁をどうするかによって人生というのは大きく変わっていく。まず出会わな何もならんのじゃっていうね、それがすごく僕にとっては本当に心に響く言葉で、このね元気マグネットに出会えて、で元気マグネットに出会えたおかげで僕は歌の師匠である遠蔵師匠に出会えて、でね、またその遠蔵師匠のあのつながりによって、多くの方たちに、ご縁をいただいてですね、まあ、ギターの師匠もでき、本当にねたくさんの方たちに、可愛がってもらっております。そんな、ご縁に感謝をして、僕の歌の師匠でございます遠蔵師匠の曲、この曲があったから今の僕があるんだっていう曲をですね、一曲歌ってみたいと思います。暮れ街の日は落ちて、今夜も一人ガタンゴーと車で走って、沖縄スイスイスイ、知らない街の行方、心は寒いけどスイスイスイ、 I'm going to my way、
ですね、スイート16というですね、師匠が60になられる時に作られた曲でございます。この曲をね、耳コピーして、遠藤師匠の前で、披露してですね、そこからの、お付き合いというか、本当ね、可愛がってもらい始めたのはそこからでですね、ありがたいことにですね、ダディという名前もね、遠藤師匠はお前が継げということでですね、継がせていただいております。このダディと本当ね、名乗っていろんなところで歌を歌ってきてですね、でいろんな方にまた出会いをいただいて今の僕がおるということでですね、本当にね、誰と出会うかで人生は大きく変わる。明日出会う人と、それが運命の人なんかもしれんしね、どこでそういった出会いっていうのがあるかがわからんということでですね、出会いっていうのはすごいことなんやなというふうにしみじみと、感じておる次第でございます。で、そうそう、どれかギター教室に通うようになってですね、もう2年ともう少し経ちますけれども、いろんなことをね、そのギターの師匠から学ばせてもらって、そのギターの師匠と出会わせてくれたのも遠藤師匠やったということでですね、で今そのギターの師匠と2人で、歌う曲があるんです。やるヒロ&トシと言ってですね、2人で、ユニットを組んで、やっとるんですけれども、その、ヒロトシ、でやる1曲、かっこいい曲があるんでですね、ちょっと渋く決めてみたいと思います。If I saw you in heaven,
Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know don't belong in heaven. そっちは難しい、レイダが歌えるようになりたいなというふうに思っております。てな感じでですね、ダディ・ウェダー最後の1曲にしたいと思いますけれども、最後はね、大好きな1曲で締めたいと思います。最後もう1回あの子さんに締め大トリを取っていただこうと思っておりますけど、その大トリを取られる前に1曲、あ、これじゃないか、どれか、あれ、こっちか、はい、この曲でね、久しぶりに歌うな、という曲をですね、歌ってみたいと思います。めちゃめちゃ、かっこいい、めちゃめちゃ大好きな顔で、あいつがぽつり何か楽しいことないかな、夜な夜な遊んでたあの頃、飲めもしねばも飲み干す、酒に飲まれため息ついた、星が消えてく夜明け前、寝転がっただるまはまた起き上がる、だるまだるま、生まれて立ち上がる、固めつって生きてた奴が両目を開けて住んでた街でもがいてもがいて夜明けを待った、アスファルトの冷たさ、己のせいと乾いた空気を吸い込み、人もまばらな路地裏でつまずいた、だるまはまた起き上がる、だるま、だるま、だるま、
だるま、だるま、だるま、生きてね、生きてねと立ち上がる。消毒してます。はい、ありがとうございます。帰らないですか。様子が悪いのが出てきた。というまでございます。ほんと2人でね、消毒しながら、久しぶりにね、長いライブを挙行したんでございますけど、やっぱいいですね。はい、素晴らしいですね、うん、歌わねえけ。まあ一番最初に言ったんですが、歌わんとね、お腹周りがボン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 大きくなっちゃってこれどうしようもないなと思いながら、ダイエットライブにもなるのかなと思いながら、ダイエットですね。はい、来ましたよ、客が。回覧板を持ってきたというね、この田舎らしいですから。ありがとうございます。本当長い間ご視聴いただきましてありがとうございます。元気マグネット。本当にシーズンに入りますと、いろんなね、イベント、偶数月は必ず大きなイベントで、この10年やってきたわけですけど、まあそれがままならない状況になったんで、まあ自分自身もそうなんですけど、まあ、なるべくライブを自重しようと思っておりましたけど、まあ、こういう形でライブがもし皆さんのこう耳元というかな、手元にお届けできるなら、ひょっとしたら続けるかもしれませんし、はい、もう暖かくなったんで外で見てもらえる、ガラス越しなんですね、店の中には一切、観客を入れる気もございませんし、まあ、日頃お店も営業している、美容室営業してますから、消毒はね、かなり神経質にスタッフとやっております。はい、長くなりました。本当に最後まで、見てくれてありがとうございます。ひょっとしたらまたやるかもしれませんし、観客が増えたんで、嬉しくなりましたね。最後になります。片山、皆さんをね、応援することが大好きです。
まあなかなかさっきあの小田井上田も言おったんですけど、曲ができない時とパッとできる時があるっていうことを言ってましたけど、もう今僕はもうねできない方なんですが、その中でも、ちょっとできたというね宝の歌っていうのを最後に聴いていただいて、この何ですか、元気マグネット、窓越しオンラインライブね最後の歌にしたいと思います。聴いてください、宝の歌。この星に生まれたから、この世を知ったから、生きて聞いたから、生かされてきたから、体が動いたから、日本の足で歩けたから、運動会で走れたから、転んで怪我をしたから、友達と笑えたから、喧嘩して泣いたから、鬼ごっこで追いかけたから、ほっそりと逃げたから、空の青さを知ったから、風の音が聞こえたから、海からの香りを知っただから、潮の辛さを舐めたから、あの時夢を見つけたから、あの場所で夢に破れたから、自分には無理と諦めたから、寂しかったから、夜が来るのが怖かったから、今までのこと後悔したから、騙されたこと恨んでいたから、文句を言われ傷ついたから、失敗してうつむいたから、別れ道で迷ったから、楽しくないとふてくされたから、あの人に出会えたから、恋をしたから、いつの間にか失恋したから、とうとう別れてしまったから、親と生まれてね、若い時ってのはもうほんといろんなことだった、で一つの苦い経験も嬉しい経験もみんな本当宝、宝でも本当の宝っていうのは年を取ってからあるんじゃないかな。さあ今から晩年の歌に入ってまいります。言い訳と希望の歌に、さあどんな宝が出てくるかな。
婚したから子供ができたから年を取ったから孫ができたから忘れぼっなったから新聞の字がボケてきたからついでに頭もボケたから耳まで遠く遠くまで歩けなくなったからめんどくさくなったからでも感謝したくなったから生まれてきたのだから生きてきたのだから生まれ持ってたから自分に生まれてきたのだからやることなすことがだから恥をかいていくこともだから一人生まれたことがだから生きてきたことがだからあなた自身がだからこの星のだから誰とも比べられないだからあなたはみんなのだから生まれ持ってたから自分に生まれてきたのだから母と父を選んで生まれてきたのだから最後までご清聴ありがとうございました。またやります。ありがとうございます。長かったな。ではバイバーイ。ありがとうございます。みんなありがとうね。みんなありがとうね。またね。